太鼓チャンネル。皆さんこんにちは、加畑正則です。浅見遥香です。今日のどうした、ってね、いやいや、先週ね、私のスーパーライブあったじゃないですか。もうね、暑くて暑くて気持ちからも感動しちゃって興奮しちゃって。わ、ね、かるよ。いや、もうなんか、素晴らしかったですよね。本当にね、はい、暑かったね。暑かったまあ、というわけでね、はい、先週は和太鼓スーパーライブをお送りしたわけですけども、はい、今週は太鼓レッスンをお送りします。はい、今回からどんなレッスンを受けられるのかとっても楽しみです。はい、じゃあ元気にいってみようか。太鼓チャンネルスタート。今日から伊藤先生に教えていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はどんなことを教えてくださるんでしょうか。今日はですね、和人流の横須ということで、はい、和人流ってどんな流になるんですか。和人で、オリジナルで開発した動きっていう感じになりますね。じゃあちょっと、いつもと違う横打ちができるということですね。そうですね。はい、それでは楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい、頑張りましょう。はい、早速よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ですね、じゃあそれではまず、あの横打ち、和人流の横打ちの、まずは立ち位置の確認からですね、はい、させていただきます。まず左足をですね、ここの鋲、太鼓の鋲ありますね、はい、太鼓の鋲に対して、あのちょうど重なるぐらいのところに、太鼓の左足をセッティングしてください。はい、はい、じゃあまずは左足ここですね。はい、ここの鋲のところにちゃんと重なってますね。はい、はい、そして、今度右足をですね、あの開かなければならないんですけど、一番、マックスで下がっている状態の時は足を肩幅以上に開いてもらって、はい、これは体は前のめり、まっすぐ、これは背筋をこう伸ばしてあのやってしまうと本当にあの、膝にですね、負担かかってしまいますので、うん、ちょっと腰を出すっていう感じではなくて、少し前かがみ気味にして、少しこう、体の体重をですね、少し後ろに逃がしてやると膝の負担が少し少なく済みますので、そう、お尻がね、こうやってピョコって出るような感じじゃなくて、はい、ちょっとこう前のめりにこう下げるっていうか、こう肩をグッとちょっと、抱えるみたいな感じでやってください。はい、はい、であとはこれを今度左右のこの動きをですね、こうしなければいけないんですね、打つときに。でこれで、一番気をつけなければいけないのが、右からですね、左に移動するとき、左から右に移動するとき、このときに体のまずは軸、この軸をすごく大事に持ってください。はい、ここの軸をまっすぐ、たまにいらっしゃるのが、これが軸がぐにゃん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 ってこうなっちゃう人ですね。こうなる方は結構いますので、ここの軸がまっすぐにこう移動するように、はい、そしてそれに伴ってこの頭の位置、ここも大事です。ここも、下半身の動きと平行に動く。そう、簡単なイメージで言うと、あの下半身の上に上半身が乗っかってるという感じでやってもらって、そしてこうやって動く。で上半身は絶対にぶれない、ここは気をつけてください。はい、いよいよバッチの持ち方の方いきます。バッチの持ち方は、まずは人差し指、中指、親指、これでがっつり握るっていう感じではなくて、ちょっとソフトに、ホールドしてください。はい、そして、薬指、小指、これを優しくホールドっていう感じで持ってください。そうです。でこれは、バッチの動きがですね、ここが支点になりますので、ここの部分が支点になるっていうのを意識して持ちましょう。はい、はい、大丈夫ですか。はい、でそれでは今日はですね、まずは、右手と左手、一番簡単な左手の方から、レクチャーしていきます。はい、はい、それでは、足を開いて立ち位置を確認してください。でまず一つ目の基礎的な左手の動き方でいきます。まずは左手を首に巻き込みます。首に巻き込みます。そして打つ時は、肘から入ります。肘から入ってグリップエンドで当てていくような形でドンと入ります。
そうです。で、ここで気をつけなければならないのが、こう軌道がですね斜めにこう入っていくので最後のフィニッシュの部分が下にずりっとこう滑っちゃうことがあるんですね。でここはしっかりグリップエンドで当ててってこの形のままブッとこう握る、ここで、決めを作る。ちょっと一回僕やりますので、ちょっと見てみてください、はい、ここから絶対下に、下には滑らせない、バンとここで、ホールドする。まずスタートは右の方に体重を乗せてバチを首に巻き込みます、はい、そしてじゃあ僕がですね3入って言ったらグリップエンドからドンと、そうです、体重の移動の終わりとバチの、こうアタックのこのタイミングがちょうどドンピシャに合うように動いてください。はい、はい、それではいきますよ、いきます、3はい、もう一回いきます、3はい、いきます、3はい、はい、ストップです、ストップです、はい、この状態ストップですね、はい、ですねこれ今肘が曲がってます、はい、これ肘をですねしっかりこう伸ばしてもらってこの形でフィニッシュするようにしましょう、はい、それでいきますよ、まあ、3はい、おーいい、 OK、 もう一回いきます、3はい、おー飲み込み早いね、もう一回いきます3はい、いきます、3はい、 OK です。でも打ち込みやすくなりました、打ち込みやすくなった、はい、伸ばすことによって。次はですね、今は首に巻き込んだこのバチをですね、今度スタートは腰に巻き込みます。2つ目の、腰、そうです、基礎打ちですね、2つ目はもう腰に巻き込みます、はい、で腰に巻き込んだ時に、ここの状態で気をつけてほしい点が1点あります。これはですねバチを握ったまんまだと巻き込んだ時このような形になるんですね。これだとちょっと後々打つ時のアプローチでちょっと問題が出てきますので、ここはここのホールドしている、人差し指と親指、この親指だけでホールドして、あとはちょっと離すみたいな感じでバチ先を下げた状態で巻き込みます。そうです。そして右手は邪魔にならないようにこの形を取ってください。で、次はですね打つ時のアプローチなんですけども、ここからこれもまず肘から入ります。肘から入って、そしてテニスやったことあります？軽くですね。軽くですか？軽くですね。あのテニスバックハンドってありますよね、はい、その要領と全く一緒なんですよ。こう肘から入って最後は手首のバックハンドでドンと当てます。ドンです。じゃあちょっとやってみましょう、はい、いきますよ、3はい、もう一回いきます、3はい、いきます、3はい、いきます、3はい、もう一回いきます、3はい、はい、OK です。で、ここで、左腕の、基礎位置2つが終わりましたので、これをですね今度コンビネーションで、合わせてやってみたいと思います。まずは首、ここから、スタートします。 1,2,3 はい、 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4二三四，一二三四，一二三四，一二拉手起，一二三四，一二三 ，OK です。それでは今日のおさらいです。まず立ち位置のおさらい。左足を太鼓の秒のラインに合わせて開きます。右足は太鼓の高さに合わせて開きます。左手は首に巻き込んで肘から入ってグリップエンドで当てていきます。もう一つ、今度は腰に巻き込んで肘から入って手首を返すように当てます。伊藤先生、次回は何を教えてくださるんでしょうか？次回はですね、はい、今日は左腕をやりました。そうですね、はい、次は右腕、これをやります。これちょっとで難しくなるんでね。あ、分かりました。あすみさんもちょっと調子を良くしておいてもらえたら。はい、じゃあ左を一生懸命練習して、はい、次回に、はい、備えておきたいと思います。そうですね、よろしくお願いします、はい、今後のイベント情報。8月26日には和太鼓スーパーライブ in スワンドが行われます。出演は日立の国ふるさと太鼓会をはじめご覧の方々、迫力ある演奏をぜひご堪能ください。
9月9日に埼玉県東秩父村で下草刈りを行います。その後はオンデコ座と太鼓の練習をしましょう。太鼓の森作りに皆さんで参加しましょう。出演者募集。11月4日に大太鼓日本一を決める太鼓祭り in 熊谷ドームが開催されます。優勝賞金30万円、準優勝10万円、一次としてビデオ審査、本選で特別審査員による審査があります。応募の締め切りは8月31日までです。詳しくは日本太鼓協会まで。東西ナンバーワンを決める大会が9月いよいよ開幕。9月16日には愛知県豊田市で第2回西日本大会が開幕。開演は午後2時、場所は豊田市民文化会館。そして22日には埼玉県鴻巣市で第6回東日本大会が開幕。開演は午後3時、場所は呉屋鴻巣。詳しくは日本太鼓協会まで。熱き和太鼓魂、刮目せよ。今日の太鼓チャンネルいかがでしたか。さて次週の太鼓チャンネルですが、引き続き太鼓レッスンの模様をお送りします。もうね、今日習ったことをしっかり復習して、次週に向けて頑張りますよ。頑張ってくれ、叩きます。オーケー、はい、それでは太鼓チャンネル、また来週。